アジルテナガザルは、テナガザル科の霊長類である。特定動物。インドネシア、マレーシア体毛は、黒から赤茶まで様々な色をしているが、マヨブの毛は常に白色で、オスはさらにホーブの毛も白色である。なお、オスは、メスより、少子体サイズが大きいことからも区別できる。アジルテナガザルの平均体重は5 5キログラム。 体長は40から60センチメートルである。他のテナガザル同様、尾はない。アジールテナガザルには3アッシュが存在する。ボルネオ白ヒゲテナガザルを独自の種に分類する学説もある。長い腕を用いて、枝につかまって、振り子状に体を揺らし、腕あたりで機敏に移動する。ほぼ完全に地上性で、地上に降りることは滅多にない。他のテナガザル同様、 一夫一夫の長期的なペアを形成し、体や声を使った威嚇行為によって自分たちの縄張りを防衛する。果実食で、葉や昆虫も食べる。妊娠期間は7ヶ月で、一子産である。この血離れまでに2年を要する。生成塾後は、交尾相手を見つけるために家族の元を離れる。エビーグローブス、コリン、ウィルソン。 D.E.& リーダー、d m エド、ママルスピーシーズ・オブ・ザ・ワールド、ジョンズ・ホプキンス・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、179、ISBN0 から801882214、ガイズマン、T.& ナイマン、V、ハイラベイツ・アゲラス。IUCN レッドリスト・オブ・セレクト・ンド・スピーシーズ、バージョン2008、インターナショナル・ユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネーチャー、2009年1月4日、 閲覧。役中、本項目で扱っている主ハイラベイツはゲラスの、別名が、ブラックハンデットギボーン、または、ダークハンデットギボーンだが、日本では、クロテナガザルのことを、クロテテナガザルと呼ぶ事例が非常に多い。ガイズマン、トーマス、ギボンシストマティックススピーシーズアイデンティフィケーション。2006年4月13日閲覧。ありがとうございます。